こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。横浜市戸塚区の皆様に仏壇処分時の仏像や位牌などの供養についてご説明をいたします。私たちが仏壇の前に座り手を合わせるとき、仏壇そのものに対して手を合わせているわけではないですし、もちろん香炉やろうそく立てや花立てなどのこういった仏具に対して手を合わせているわけでもありません。では何に対して手を合わせているかと言いますと、仏壇の中にお祀りしている仏様、つまり、こういった仏像、または、掛け軸。掛け軸は絵のものと文字のものとありますが、そういった掛け軸。そして、ご先祖様や個人の方に対しては、お位牌や過去帳、こちらを通して私たちはご先祖様や個人の方に対し手を合わせております。当店ではこのような仏像、掛け軸、位牌、過去帳は礼拝対象物として特別に取り扱い、魂抜きとかお正抜きとも言われている平原供養を取り行った後、お焚き上げの代行として専用の焼却炉によって焼却し処理を取り行っております。ありがとうございます。